半道神社は、滋賀県にある神社である。詳しくは、半道神社、または、半道神社の節をそれぞれ参照のこと。半道神社は、滋賀県甲賀市にある神社。近世以前の神宮寺であった半道寺と共に、修験霊場として知られていた。現在の神社の交渉は、飯道神社。飯道の読みは、演技式にある訓中によるものであるが、中世以降、 半導寺が著名となったため、それに惹かれて、半導神社とも読まれるようになったらしく、地元をはじめ校舎で呼ばれることも多い。本来の祭神は、原始山岳信仰の対象である半導神であったが、現祭神は後世に、熊野主源の影響から誕生されたものと推定される。滋賀県甲賀市の半導山に鎮座する。祭神として穀物神の宇神玉神及び、 米在点を集合する反動権限が挙げられていることや、反動山を水源とする水への民族信仰が伝わることから、三六住民による分水信仰があったことが伺われる。和道年間に熊野本宮から分霊したと伝えられる。古くは宝棄2年の直府に福一個を与えられたとあり、三代実録が安暗行8年3月27条には、 14下に紹介したとの記述が見られる。しがらきぐの造営や、奈良東大寺大仏殿の修服に際して、しがらき蕎麦さんの木材が用いられたことにちなみ、半導権限を、しがらき蕎麦の森林支配の神とする国家の承認が、福の授与や半導権限の祭祀に結びつき、さらには、東大寺二月堂守護神として、半導権限が祀られることにつながったと考えられている。 九安二年に、半道根源の直学を受け、中世には、油飛大明神と共に、甲賀軍の住人に崇敬された。戦国期には、甲賀忍者の修行の場でもあったという。明治の神仏分離により、神宮寺であった半道寺は、廃寺となり、半道神社は孫舎に列せられた。半道山は、前山が河口岩からなり、西のぞき岩、不動を仕分けたに、ありの戸を渡し、 体内くぐり、金がかり岩などの祈願が各所にあって1951年に再興された半導参考社校の修行場となっている。山上には王子の遺構が他にも残り、半導寺席、行者堂、弁天堂、五位目次木籍に大王母などがある。半導神社の本殿国の重要文化財、入りや作り日和田武器、慶安二年再建。 1982年2月16日、不指定に、宮殿三期、胸札2枚、名札4枚、古材産点が追加された。1975年から1978年に解体修理工事が実施された。半島神社は、滋賀県湖南市にある神社、蘇山ルソ村を主催神とし、菅原道真を廃止する。明治6年に現在地に遷座した。 ありがとうございます。